京成バス金町営業所京成バス金町営業所は東京都葛飾区金町に位置する京成バスの営業所である。社内の営業所記号は8を用いる。京成電鉄自動車部の中核であった京成電鉄奥戸営業所を保管することを目的として1961年10月1日に開設された。2001年2月16日に 京成電鉄、奥戸営業所が京成タウンバスとなってからは、この営業所のみが京成バスの葛飾区内路線の営業所となっている。現在は主に、金町駅、亀有駅、新小岩駅、小岩駅周辺の路線を担当しているが、戸ヶ崎線が運行本数が多く、主力となっている。都内の京成バスで最主力路線の一つである。先に開通したのは、 金町駅から北側で南側は戦後に開通している。金町駅を境に分かれており、小岩駅から柴又街道経由で金町駅までが個55として運行され、金町駅から大地金町江戸川線、葛飾吉川松福線、松戸草加線を経由して、八代駅までが金61として運行されている。かつて小岩駅と戸ヶ崎奏車場の間を、 直通運転していた、こ5 6は2010年9月限りで廃止、金町駅を境に完全に分断された。小55は、JR 常磐線、JR 総武線、北総線、京成本線の駅を結ぶ、鉄道短絡輸送の意味合いが強く、全区間乗り通す乗客も多い。また、柴又付近から金町駅まで並行する京成金町線が、 単線運行であることによる、鉄道保管輸送、柴又退職店への観光輸送、葛飾区柴又、江戸川区北小岩、西小岩の地域輸送、愛国学園、江戸川学園などへの通学輸送と多彩な役割を持ち、利用者も運行本数も多く、日中でも7から8分に1本の運行間隔である。金十一は、葛飾区、水元、東。 水元、埼玉県三里市戸ヶ崎、八潮市大瀬の地域輸送、鳥津、水元公園への観光客輸送、都立葛飾総合高校への通学輸送などで指示されており、金町駅戸ヶ崎奏車場までは10分間隔、戸ヶ崎奏車場や潮駅まで30分間隔で運転される。水元五丁目や潮駅南口間で埼玉県内を走行するが、運賃は、 全区間で特内運賃を適用する。常磐線の北側に向かう路線であるが、道路事情上、金町駅南口から発車する。東京都発行のシルバーパスは、都内の停留所で降りる場合のみ使用できる。京成バス特内1日乗車券は、2009年9月の八潮駅延長と同時に全線での使用が可能になった。ただし、 戸ヶ崎十字路八潮駅間を走行する末礼4、及び末礼5は、京成バス特内1日乗車券での利用はできない。金61の深夜バスは、金町駅北口発で、金町第2団地経由となる。戸ヶ崎奏車場は、八潮駅発便は停留所位置が、奏車場と逆の位置となり、奏車場脇から発車する便とは、乗り場が異なる。また、 同海正と同時に通過していた戸ヶ崎十字路、停留所にも停車するようになったほか、11月1日には、塩止め北、大正通り入り口の2停留所が新設された。戸ヶ崎奏車場は、三里市と八潮市との市境に位置しているが、住居表示は、八潮市大瀬となっており、厳密には地名である、三里市戸ヶ崎には存在しない。 戸ヶ崎総社場松戸駅線も戸ヶ崎線の一部だったが、2009年9月1日に松戸営業所へ移管された。もともとは、新小岩駅から森永乳業を経由して、スポーツセンターを通り、立石駅入口から葛飾区役所を抜け大道小学校周辺から、水戸街道に入り、亀有神道を抜け、亀有駅に至っていた路線であったが、1996年9月に、 当時の京成電鉄バス事業部にて大規模な路線再編を実施し、その時から現行の立石駅入り口、青戸駅入り口経由に変更となった。旧、奥土営業所管轄路線で唯一の黒字路線だったため、京成タウンバスへの移管を免れて、京成バスの運行が維持された。ほぼ終日15分の等間隔の頻度で運行される、ほか、平日の朝夕に限り、 亀有駅かつ四角役所間の折り返し便も運行されている。立石駅付近の踏切を通過する関係から、最近までワンステップ車のみが運用されていたが、新型車両では通れるようになったためか、現在はノンステップバスでの運行が行われている。なお、新小岩駅から亀有駅まで乗り通す場合は、京成タウンバス新商58系統の方が早く、 この路線は適さない。運行形態としては、新小岩駅東北広場亀有駅間の通し、運転がメインであるが、平日葛飾区役所の会長時間において、葛飾区役所に乗り入れを行う。また、葛飾区役所の会長時間外は、葛飾区役所への乗り入れを行わない。なお、8月のお盆時は、平日でも、 土休日ダイヤで運行されるが、平日ダイヤとほぼ同じ時間帯で、開庁時間帯については乗り入れが行われる。2011年3月28日の改正で、新小岩駅東北広場の開業に伴い、新小岩駅東北広場発着に変更となり、それに伴い、土日ダイヤの減便や新小岩駅周辺の経路や、停留所の位置が変更となった。 また、2012年8月16日の改正より、平日ダイヤの減便と運用車両の大型化、早朝、夜間に走っていた新小岩駅東北広場発着の奥戸車庫行きが奥戸3丁目に変更となり、同様に亀有駅発着の奥戸車庫行きは奥戸2丁目と変更になった。また、ダイヤ改正前は夜間に奥戸車庫行きで奥戸車庫まで営業してきた乗務員、 車両はそのまま奥戸営業所に入庫し、車両、乗務員とも一泊し、翌朝、奥戸車庫発として、奥戸営業所を出庫する形であったが、現在では、新小岩駅東北広場発の奥戸3丁目行と、亀有駅発の奥戸2丁目発着便は、そのまま金町営業所へ改装する形になった。逆に、始発便についても、金町営業所から奥戸二丁目、 奥土三丁目改装の形をとっている。これらについては、以前、奥土営業所が担当してきた時の入庫便の名残で、ある。金町駅に停車中のアイリスループ、葛飾区の要請をもとに、交通の不便であった南水元地区の足を増強する目的で2001年4月28日に、新設された。全区間で、運賃は150円。 2002年2月1日より、雨天臨時代やアメリスを設定し、前日の天気予報で、降水確率が50%以上と発表された際に、翌朝に、飯塚商店街始発便を5回運行する。2005年8月16日より、降水確率に関係なく運行されることとなった。2013年4月16日より、小型車ワンステップバスから、 中型車ノンステップバスに車両変更により花の木自動遊園バス停を廃止し花の木小学校経由に変更された。金町営業所から金町駅への改装運用を地元の沿線住民の要望によって2007年2月1日に旅客化した路線で等路線をピストン輸送する運用も存在する。運賃はアイリスループと異なり一般路線扱いである。 北側を、常磐線、南側を、国道6号に挟まれた、新宿4.5丁目地区に重点が置かれており、既存路線が存在する国道6号以南には途中、停留所が設けられていない。金61や、555と違い、金町駅北口から運行される。金町駅北口から金町第二段地、水元公園を経由し、左折して、 高田地区を通ってから西水元三丁目大場川水門まで向かう路線。高田地区は葛飾区でも交通が不便で住民や葛飾区の要請で開通した。水元公園で戸ヶ崎線と並走するものの基本的には独立した路線。西水元三丁目大場川水門は1989年に延伸開業した。西水元三丁目の停留所は 折り返し用と通過用で分かれている。出入庫は、東金町一丁目を経由して、改装で行っている。なお、金61や、5 5五と違い、金町駅北口から運行する。日中でも毎時4本程度の運行が確保されている。開通当時は、金町駅北口から、水元公園間は現在と違う、別のルートを通っており、金町台に団地を経由せず、 金町駅前団地東側を通り東水元2丁目、停留所を経由していた。その後の道路整備に伴い現在のルートになった。2018年7月21日より、水元総合スポーツセンター停留所を設置し、土休日に限り、乗り入れを開始した。下りは7.89時台の14便が、上りは15.1617時台の14便が、経由する。 2018年9月16日より、中央公園停留所を、水元総合スポーツセンター入口に改称すると、ともに、西水元4丁目大場川水門館に、西水元翼公園停留所を新設し、始発バスの時刻が早まった。水元公園の西側を北上緊張駅から、水元公園へ向かう観光、行楽客をターゲットとした路線で、 2008年10月25日に1ヶ月間のみ試験運行が開始され、2008年11月30日に運行を終了した。その後、利用状況の調査によって採算性が取れると判断され、2009年3月1日に本格運行が開始された。3月から11月までの土曜、被災日の日中に約20分間隔で運行され、 一部区間では自由、上降区間が採用されている。2012年3月3日に、ルートが変更され、水元川瀬美の里、水元公園館がなくなり、水元川瀬美の里バス停の先に、折り返し所を設置したことで、水元川瀬美の里から水元を大橋、噴水広場間が同一経路の往復運行となる。また、水元公園内ため停留所が新設される。 水元公園沿いの区間の道が狭いため、主に小型車、または中型車での運行となり、車内には営業所写真部の有志が撮影した水元公園の写真の掲示や元バスガイドによる観光案内の車内放送が行われている。運賃は一般路線同様220円で、ファミリーシャトル専用の周遊パスも設定されている。2020年は、 新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言が政府から発令された影響で4月18日より6月28日まで運行を見合わせ7月4日から運行を再開した2011年8月1日に受刑医大活死医療センターの通院客の要望を受けて新設した日祭日と大学記念日年末年始は運休する 所要時間は10分に満たない短距離路線だが、専用定期券、ホスピーパスが販売されているほか、IC カードを利用した場合は、割引運賃が適用される。2013年3月25日運行開始。京成バスの北千住駅発着路線の設定は、新章51の短縮以来、約38年ぶりのこと。平日、土曜のみの運行だったが、 2015年10月28日以降、年末年始を除く日曜、休日も運行。新近生活資格の社会実験路線として2014年6月14日運行開始。京成タウンバスとの共同運行で、当初は2015年3月29日までの土曜、日曜、祝日に運行される予定だったが、2015年4月以降も運行を継続する。 ルートは、金町駅から、戸ヶ崎線と、京成小岩駅入り口まで、同じ区間を走り、スポーツセンターで、京成タウンバス、新小58系統と合流し、新小岩駅へ向かう。なお新小岩方向は、辰見橋には停車しない。京成バス便は主に大型車が使用されるが、タウンバス便は、中型車が使用される。アリオカメアリシャトルバス2006年3月3日。 日本板上亀有工場の跡地に大型商業施設、有尾亀有が開業したが、最寄り駅である亀有駅以外に青戸駅からの利用客が増加したことを受けて、無料のシャトルバスを伊東洋華道立石店と共同で開設することとなり、2009年11月20日に路線が新設された。基本的に有尾亀有のラッピングを施行した専用車が充当される。 2013年6月22日より、新宿、南水元ルートの運行を開始した。葛飾、勝負巡りバス、葛飾区の観光スポットを巡る、臨時系統で、葛飾勝負祭りの会期にあたる6月第1週から、第3週の土曜及び日曜に30分間隔で、運転される。堀切勝負園では、東京都道455新荒川火災、堤防前いに、 臨時停留所が設置される。パスもや都内1日乗車券、東京都シルバーパス、都内フリー定期券も利用可能。基本的に葛飾区の観光スポットのラッピング装飾が施された車両で運行される。2020年は新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言が政府から発令された影響で葛飾勝負祭りの開催が中止されたため、 運転されなかった。2021年も、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、葛飾勝負祭り開催が中止され、勝負巡りバスも運行を見合わせる予定である。現在の、小55系統と、金61系統を合わせた系統だったが、金町駅を境に系統を分断するため2010年9月30日、限りで廃止された。 つくばエクスプレス開業と同時の2005年8月24日付で開設。しかし、戸ヶ崎郵便局で既存路線と分断されていたため乗客が伸び悩み、既存の金61と末れ5の2系統を八潮駅まで延長することにして2009年8月31日、限りで廃止。地元の西岸により2003年3月23日に開通した路線。 全区間の運賃は150円で、同時に並走する路線、またはそれに準ずる路線の区間を150円に変更した。当初は、亀有社会教育館打ち切りもあったが、2010年5月26日付で、全便が亀有駅までの運行となる。2011年1月16日、亀有駅引船川浸水公園館に、引船14橋停留所を新設した。 2016年1月16日付で、土休日の一往復を除くすべての便をタウンバスに移管。タウンバスは当期所、綾瀬一丁目を経由するが、京成バス本体運行便は、同停留所は経由しない。その一往復も2019年5月31日、限りで定期運行が休止され、事実上タウンバス単独に移行した。 2017年10月23日より2018年3月31日まで、京成バス本体とタウンバス及び、葛飾区の三社共同で、社会実験運行が行われた。この結果を踏まえて2018年9月16日付で、定期路線に移行することになったが、定期化後はタウンバス単独となった。葛飾区の社会実験として、 2017年1月10日から2017年3月31日までの平日に運行。桜のダイソーに使われるリエッセイ鈴自動車製が基本だが荒川区コミュニティバス桜号用と時計以来青戸病院線一般路線用に日野自動車製の車両と三菱不走バス製造製の車両が少数配置されている。ありを亀あり無料シャトルバスは 長沼営業所から、元花回る号とその予備車が2009年11月に、転入した。また、新章53系統関連で、長沼営業所から、日野、ブルーリボンシティワンステップ、キロリットル風ニップミヤ8407号車が1台、市川営業所から、富士重工製イスズワンステップバス、イスズエルガワンステップが各1台、船橋営業所から、三菱ふそう。 エアロスターが一台転入されている。亀有が舞台の漫画、こちら、葛飾区亀有公園前発出所に登場する、両津勘吉、中川慶一、秋元、カトリーヌ、玲子、大原大二郎などが描かれたラッピングバスが一台存在し、亀有線で運行している。さらに、2009年からは、葛飾区の観光名所案内のラッピングバスも登場。 毎年6月の葛飾勝負祭り会期中は勝負巡りバスに収益することがある。当初は8220号車、8221号車をラッピングしていた。その後、2010年には8157にもラッピングが追加で施され運行した。なお、2012年3月に8221、9月に8220が除籍され、 代わりに8178がラッピングされた。ありがとうございます。